根本的な体の使い方を変えた方がいいかな。2024年は球団史上初のリーグ連覇と日本一を目指しスタートを切った阪神。打線が低調ながらも強みである投手陣を中心とした守りの野球で首位争いを繰り広げています。そんな中、攻守ともに低調で心配されているのが佐藤輝明です。将来のミスタータイガースとなり得る存在ですが、佐藤には様々な課題が見え隠れしているといいます。鳥谷敬は佐藤が苦境に陥ることを予期していたのかもしれません。ミスタータイガース筆頭の苦境。2024年シーズンの佐藤は攻守ともに精彩を欠き、不振にあえいでいます。2024年5月14日の中日戦では、2対1で迎えた8回ノーアウト2塁で中日の送りバントを処理した坂本誠志郎の送球をサードの佐藤が落球。タイミングは完全にアウトで、坂本の送球は走者の足元への完璧なものでしたが、タッチを焦った佐藤がグラブに当てながらも落球しました。ここからピンチが広がり、逆転を許した阪神は2対4の敗戦を喫します。佐藤は攻守に精彩を欠く場面が続いており、この試合のミスでファンの不満が爆発。SNS 上では、佐藤二軍に落とせの声が殺到する異常事態となりました。岡田は佐藤の落球場面に触れ、いけたと思ったけど、あれで終わりよ。キャッチボールやからな。あんなプレーばっかり出るんやから、と雑なプレーを嘆いています。あまりにもったいない逆転負けの原因となった佐藤に、岡田は怒りの二軍降格を告げました。ここに至るまで、岡田は相当我慢を重ねていたと言います。打撃はそのうち調子が上がると見ていても、守備でもミスを頻発しており、二軍降格の決断を下すしかなかったようです。スポーツ紙デスクは、本塁打王を期待された佐藤ですが、打撃の調子が一向に上がってこない。さらに失策や走塁ミスが目立ちすぎていた。降格の理由は打撃というより守備、そして野球に取り組む姿勢、とコメントしました。実は岡田は2023年6月にも佐藤を二軍に落としています。この時はスタメン落ちした前日の試合で佐藤の態度を問題視したと報じられていました。佐藤は試合前のノックに参加せず、試合中はベンチで声を出すこともなく、ロッカールームにこもっていたといいます。このふてくされたように映る態度に対し、二軍落ちが命じられたのです。そして2024年も守備や走塁のミスなど集中して試合に臨んでいれば防げるミスばかり。それを連発していることで、堪忍袋の尾が切れたのでしょう、とスポーツ紙ライターは語りました。岡田は勝ち負けに一喜一憂はせず、野球にミスが出ることも織り込み済みだと言います。そのため、技術や能力で補えない失敗を責めないのが岡田流です。しかし、その中身はしっかり精査していて、集中力や気持ちの持ち方で防げるミスについては看過しない、とスポーツ紙ライターは語りました。このような面がファンの目から見ても顕著に現れているのかもしれません。SNS やネット上ではヤンキースのファンよりも手厳しいことで知られる虎党から佐藤の二軍落ちを要求する声が相次ぎました。チームの士気に関わるから二軍へ落とせ。もう二軍でもええんちゃうの？打撃どころか守備は言い訳できんて。など厳しい声が続出します。岡田のみならず、熱狂的な阪神ファンからも、サジを投げられつつある佐藤。この苦境を鳥谷敬は予期していたのかもしれません。鳥谷が感じていた佐藤の課題。鳥谷は2024年の春季キャンプで、佐藤を直々に徹底指導しています。鳥谷は以前から佐藤の守備について、捕球と送球がバラバラだと言っていましたが、この春のキャンプでその課題を修正しようとしたのです。鳥谷は、投げるために取るわけだけど、なんていうか、そこまでというか、しっかり入り方っていうところからだったんで、と言葉を濁しつつも、佐藤の守備を改善する必要があると感じていたと言います。さらに、改善点っていう使い方も含めて色々ありますけど、根本的な体の使い方を変えた方がいいかな、と語り、大幅な修正が必要だと明かしました。それでも鳥谷は、守備は意識して練習すれば上達すると
と明言しています。サード特有の動きとか角度とか向きとかがあるので、練習するしかない。練習すれば慣れも出てきますし、良くなるものだと信じてます。とにかく佐藤は練習を積み重ねるしかないと鳥谷は助言を送りました。鳥谷は佐藤の守備を見ていて苦境に陥ることも予期していたのかもしれません。佐藤は基礎から守備の土台を作り直す必要があるでしょう。鳥谷は佐藤への指導で苦労した点もあったそうです。鳥谷は佐藤が補給時に体を引く形になっていると感じ、取る際に勢いをつけて送球方向に向かう動作を取りに行くという表現で伝えました。しかし佐藤は取りに行くに体が突っ込むイメージがあり、感覚にズレが生まれたと言います。鳥谷は、変化を感じさせられなかったのは教える側のチョイスミス、本当に申し訳ないことをしたと語り、練習法を変えました。次の日は、あえてステップの仕方を染み込ませる基礎練習に戻したそうです。鳥谷は基礎から佐藤の守備を鍛え直す必要性を感じていたのかもしれません。開幕後もエラーを重ねる佐藤に、鳥谷は、教えた自分が悪かったんだな、と頭をかいていますが、前向きなコメントも残しています。鳥谷は、足を使えてきている。守備は1年、2年、3年かけて上手くなって作っていかないといけないもの。辛抱強くやっていけばきっと成長すると期待を込めたコメントを残しました。そして佐藤の現状には鳥谷だけでなく他の関係者も苦言を呈しています。藤波二世になるな。佐藤が危惧されているのが同じく鳴り物入りで阪神に入団した藤波晋太郎の二の舞です。佐藤は2023年に左打者としては NPB 史上初となる入団1年目からの3年連続20本塁打以上を達成しました。一方の藤波も高卒1年目から3年連続2桁勝利を挙げ、同学年の大谷翔平と並び立つ存在と称されています。しかし4年目の2016年以降は極度の制球難に悩まされ、わずか22勝にとどまったのです。藤波の若手時代を知る元首脳陣は、球団は1年前倒しでの大量を容認した。首脳陣も練習や調整を一任するなど、特別扱いしたことで勘違いした節がある、と当時を振り返りました。さらに問題視されていたのが、素行面です。藤波は首脳陣の指導には聞く耳を持たず、練習の遅刻は日常茶飯事でした。2020年にはコロナ禍に合コンに参加したため、ウイルスに感染しています。佐藤も藤波と似たようなところがあり、起用に対してふてくされた態度を取ることもありました。また、チームの移動バスの集合時間に遅刻したりと、グラウンド外の行動も問題視されているのは確かです。2023年に岡田が見せた二軍降格という荒療治に続き、再び佐藤は二軍で鍛え直すことになりました。しかし、今回ばかりは心を入れ替えないことには、いよいよ選手として頭打ちとなり、藤波と同じ道をたどりかねません、とチーム関係者は話しています。岡田は2024年のキャンプ中に、今年はこれから先の野球人生の中で大事な一年、カーンって言ってしまうか、ずっと本塁打20本くらいで終わってしまうか、と佐藤にとって岐路となるシーズンになるとコメントしていました。そんな重要なシーズンで出だしからつまずいた佐藤。厳しい声が集中していますが、それも佐藤にもう一皮向けてほしいという期待の表れだと言います。ファンも佐藤に40本塁打を期待するからこそ、不甲斐ないプレーに対して厳しい目を向ける。藤波はそうした環境に馴染めなかったのかもしれませんが、佐藤には奮起してもらいたいですね、とスポーツ指揮者。3年連続で20本塁打以上をマークした、そのポテンシャルに疑いはありません。ボール球を振るという悪い癖が完全に修正されたわけではありませんが、それでも佐藤は連覇を狙うためには必要な戦力です。飛躍を遂げるか、このまましぼんでいくのか、佐藤が分水嶺に差し掛かっているのは間違いないでしょう。佐藤の課題は他の野球評論家からも指摘されています。阪神 OB の掛布雅之は怒りを原動力に這い上がるよう厳しく指摘しました。掛布は、
佐藤の二軍降格は敗戦に直結したエラーだけが理由ではなく、ここまでの姿を見てきた岡田の判断です、と語っています。佐藤はもともと喜怒哀楽をあまり出さないタイプで、チャンスで三振したりエラーをした後に自身への怒りが周囲に伝わりにくい一面があると掛布は指摘しました。掛布は、二軍に落とされた怒りを原動力に這い上がらなければそこまでの選手になってしまう、と危惧しています。野球評論家の野口俊博も、もう一度キャンプをやり直すくらいのつもりで取り組む必要がある、と厳しい見方を示しました。キャンプ中はいい打撃をしていましたし、オープン戦でそこそこ打ったのは守備練習のおかげだと思います、と述べています。ノックを受ける効果は守備が上手くなるだけにとどまらないといい、内野守備で股を割って取ることを繰り返せば自然に下半身が鍛えられます。マイナスになることは絶対にありません、と力説しました。そして、もう一度下半身を鍛え直すことが必要でしょうし、タイミングの取り方、投手の配球についても勉強した方がいい、やることだらけでしょう、と付け加えています。性格や素行面を変えなければ、藤浪と同じように尻すぼみの選手になってしまうでしょう。課題だらけの佐藤ですが、2軍の練習に合流すると、早速サードのポジションで289本のノックを受けるなど、精力的に汗を流しました。佐藤が再び1軍に昇格するとき、どれほど精悍な顔つきになっているか注目しましょう。厳しいコメントが多いですが、この逆境をバネに佐藤には這い上がってほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると、明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。